どうもこんにちは。本日なんですけど、今日はですね、人生を変えるレベルの本ということでね、お金をテーマにおすすめの本をね、厳選してね、僕がね、6冊ちょっと紹介していきたいなと思います。まあこれを見てくださってる方の中でね、もっとお金欲しいとか、もっと貯金増やしたいんですっていう方はぜひともね、見ていただいて、そのまま、ね、もう役立つ情報となっておりますのでね、なんか見てもらえたらなと思います。で、これを見てね、なんかこういう本もありますよとか、あ、面白かったですとか、いやでもこれこうなんじゃないですかっていう方があればね、ぜひともね、コメントしていただけたらね、僕全部チェックしてるんで、ぜひともよろしくお願いします。逆にね、なんかいい本があればね、お金に関してなんか教えてもらいたいなって思ってますので、コメントしてください。じゃあ早速ね、紹介していきたいんですけど、その前にやっぱりまず、日本人ってなかなかお金の教育してないじゃないですか。小学校とか中学校とかでも、まあ、数学とか英語とかは教えてもらえるんですけど、お金って教えてもらえないじゃないですか。税金とか、世の中どうやってお金流れてるんですかっていう風に。で、それ、学校の先生とか親とかに聞いても、なんかもうとりあえず貯金しろみたいなことしか言わないと。で、それはそう言われたらそうなんですよ。なぜなら、彼らも、お金の教育とかお金の全然知らないんですよね。ただ単に、労働者として働いて、で、税金として引かれた分のお金が財布の中にあって、それを使うか貯めるかの二択しかないと。投資するとか、そういう考えがまさにないから、よくないですよね。やっぱり学校の先生って基本的に社会で、なんていうんですか、お金を稼いだわけ、ことがないわけじゃないですか。要は公務員として雇われているから、国からお金をもらってるけど、一般の人からね、ビジネス、自分の商品とか、ビジネスを売ることによってお金を得ているわけじゃないので、やっぱりなかなかお金に関する知識が非常に少ないということで、で、やっぱりそういう時にお金について誰に行けばいいのかなっていう時に、やっぱりね、投資家の人であったりね、まあお金持ちに聞いたり、まあ、ビジネスマンに聞くのが一番早いということでですね、おすすめの本紹介していきます。じゃあまず一冊目がですね、こちらですね。もうこれ名著中の名著、金持ち父さん、貧乏父さんということで、もうお金持ちの本、いうお金持ちになりたい人にまず紹介する本といえばこの本なんですよね。本当にこの本。まあ、ただこれはね、マルチ商法とかインターネットビジネスとか、まあ、要はネズミ講と言われるね、まあ、一種の詐欺みたいなものにも使われてるから気をつけてもらいたいんですが、まあ、僕は一切そんなことはないんですけど、まあ、ぜひともね、まだ読んでないという方で、ね、読んでもらえて、そうはないんじゃないかなと思います。まあ、要は二人の人物が出てくるんですよ。それがね、お金持ちのお父さん、そして貧乏なお父さんと。で、彼らは頭の中が全く違うことを考えてるんですよね。で、どういうふうな頭の考え方、お金の使い方をしている人はお金持ちになるのか。で、どういうふうな、それぞれ対照的に貧乏になる人はどんなふうなお金の使い方になっているのか。であったり、まあ、この二人のね、財布のお金の流れ、どういうふうなものからお金が入ってきて出ていくのかっていうことについて紹介してくれてまして、ぜひともね、お金持ちになりたいという方はね、読んでおいて、てか、まずこれがね、スタートラインだと思いますので、まだ読んでないという方も、ぜひともね、読んでもらいたいなと思います。おすすめです。はい。そして2冊目がですね、こちらですね、じゃじゃん。お金の真理、与沢翼ということで、これ、かつてこのネオヒルズ族と呼ばれたね、東京の六本木ヒルズとかに、まあ、生息し、まあ、いたと言われるね、お金持ちの人たちで、もう特にその飛び抜けて、その頂点に君臨するのが必要と言われていたのが、与沢翼さんと。まあ、今もね、大活躍されてるんですよ。まあ、今はね、確かね、投資家とか、まあそういうふうな SNS でも大活躍されてて、まあ彼って本当にね、ずっとお金をいかに稼ぐかっていうことばかり考えてるんですよ。本当にずっと。もう寝ても覚めてもそればかり考えてるっていうぐらい考えてて、なんか年収で多分100億とか言ってたんじゃないかなっていうぐらい、お金を稼ぐっていう人なんですけど、その人がお金ってどういうものなのかとか、どうすればお金を稼ぐことができるのか、どうやったらお金を、まあ、守ることができるのか、で、正しい使い方は何なのかということを、彼の経験、失敗、いろんな、情報をもとにね、まとめてくれてるんですよね。僕ら一般人に。だから、ものすごくコスパがいい本となってますので、まあ、1300円プラス税ということで、この本から本当学ぶこと多いと思いますので、ぜひとも、ね、読んでもらえたらと思います。僕の動画下の概要欄にね、リンク貼っておきますので、ぜひともチェックしてみてください。じゃあ、3冊目なんですけども、こちらですね。じゃじゃん。投資で一番大切な20の教え、賢い投資家になるための隠れた常識と。いう本なんですけど、やっぱりお金を増やすために投資ってすごく大切なんですよ。日本人ってお金を稼ぐと、労働者として給与をもらうと、じゃあそれを何かに使うか貯めるかの二択しかないんですけど、お金持ちっていうのはそこにね、投資をしてお金を増やすっていうことがあるんです。で、この投資って、ね、怖いと思われる方いるかもしれないんですけど、そんなこと全くないと。それなぜ怖いのかというと、ただ単に知らないだけなんですよね。人間って知らないものに対して恐怖を覚えるんですよ。例えば、今からね、アフリカのジャングルに行くという時に、やっぱり怖いじゃないですか。なぜならわからないから。
なんですけど、そのアフリカのジャングルがどんな動物がいて、どの道を通ったら安全で、こういう動物が出てきたら、こういう武器を用意していれば安全っていう風に、準備とかね、いろいろ調べていっていけば全然怖くないじゃないですか。要は投資について、どうやったら危険なのか、どうやれば安全なのか、どうやったらうまくいくのかっていうことを知ることによって、投資も怖くなくなって勝率もアップすると。てか、方法も確実にか、まあ確実っていう、まあちょっとどうかと思うんですけど、高い確率で勝つことができるということでね、ぜひとも皆さんのね、そのお金の使い方の中の一つに、投資でお金を増やすという選択肢をね、入れてもらいたいなと。で、その第一歩目としてね、これものすごくいい本なんで、ね、これ実はメンタリスト DAIGO さん、僕の尊敬するメンタリスト DAIGO さんも、投資をするのであれば必ずこの本を読むべきであると言ってるぐらいの本なんでね、動画下の概要欄に貼っておきますので、ぜひともね、チェックしてもらえたらなと思います。はい。そして次がですね、こちらですね、193の心理研究で分かったお金に支配されない13の真実ということでですね、やっぱりね、お金って人の心を支配してると思うんですよ。やっぱり結構ね、世の中お金のことばかり頭の中にある人が多いじゃないですか。要はそのお金の奴隷とか、お金に支配されてるわけですよね。やっぱり、今月、カードのクレジットカードが、給料が家賃払えねえみたいなとか、もうちょっと頑張ったら、バッグが買えるぜ、ネックレス買いたいんだみたいなのがあるじゃないですか。で、それ、もう本当にお金に支配されてて、その支配されることによってね、やっぱり人って、ね、不幸になってる人もいると思うんですよね。で、そうならないために、そのお金に支配されないようにね、心理学的な研究データをもとにものすごく頭のいい研究者が、ね、教えてくれててね、それを13個まとめてくれてるので、これ絶対読むべきだと思っておりますと。はい。ぜひともね、読んでもらえたらなと思います。おすすめですと。動画下概要欄で、ね、リンク貼ってきます。そして次がですね、こちらですね。好きをお金に変える心理学メンタリスト DAIGO ということで、やっぱりね、お金ってなんか嫌なことで稼がないと思い込んでしまってる人いると思うんですよ。そうじゃないと。今はもう2020年だということで、選択肢がたくさんあるわけですよ。別に好きなことでもお金を稼げることが可能な時代であると。例えばその YouTube であったりね、TikTok であったり、SNS であったりとか。でそういうのが、まあ、昔と比べて、昔みたいに、その一つの会社に就職して、もう我慢して、あんな上司の、なんか言うこと聞いて、なんか、朝、満員電車乗って、なんか、ペコペコして、みたいなんじゃなくて、好きなことでも稼ぐことができる時代だと。この、例えば、この代表例がまさにメンタリスト DAIGO さんでですね、まあ、メンタリスト DAIGO さんもですね、小学校の時からいじめられてたと。で、そっから、まあ、自分が変わろうと決心して努力されたと。で、その過程で、まあ、自分の好きなね、心理学のとか、本を読むのがものすごく好きだったと。でも普通に考えて本読むのってお金にならないじゃないですか。でも YouTube っていう媒体を使って自分の本で得た知識を皆さんに、まあ、言うことによって、ね、チャンネル登録者数を増やしてそれでお金を稼いだということで、まあ、今はねこの好きでお金を稼ぐことができるんで、ぜひとも皆さんもね漫画描きたいとか音楽なんかやりたいとかピアノ弾きたいとかそういうのでも稼げる時代になってるので、そういうことに興味があるという方は、ね、これ読んでもらえたらなと思います。すごく良い本です。ちなみにこれ今ね、Amazon のオーディオブックでなんと一人一冊無料キャンペーンというのをやってまして、今 Amazon のオーディオブックであればこれ無料で聞けるんで、ぜひともね、僕の動画下概要欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてください。そして最後がですね、こちらですね、ウォーレン・バフェットでスノーボールということで、そのウォーレン・バフェットって世界一の投資家なんですよ。確か今、世界長者番付1位がイーロン・マスクっていうね、スペース X ロケットを作ってる前澤さんを宇宙に連れていくスペース X の社長、2番目がアマゾン創業者ジェフ・ベゾス、3番目がね、ビル・ゲイツかマーク・ザッカーバーグだったんですよ。要はそのマイクロソフト創業者かビル・ゲイツか、Facebook 創業者マーク・ザッカーバーグ。そして5番目がね、このウォーレン・バフェットという世界一の投資家なんですよ。まあ、要は、やっぱり日本人ってお金を貯めるか使うしかの二択しかないんですけど、お金持ちには絶対に投資っていう選択肢があるんですよね。その中でも世界一のウォーレン・バフェットの自伝でどういうふうに投資をすれば最も成功確率が高くなるのかという、この世界一の投資家が教えてくれてる本なんで、これね絶対に読むべき本だと思うんですよね、僕は。ということで、ぜひともね、これ時間があるときに何が何でも読んでいただきたいなと心の底から思っております。僕の動画下の概要欄にリンク貼ってきますので、ぜひともねチェックしてみてください。ということで、まあ、こんな感じでしたね。ぜひともね、やっぱりね、お金って間違いなくないよりあった方が幸せだと僕はそう思うんですよ。まあ、100人いたら100人そう思ってるんじゃないかな。正直にお金がないくて幸せって言ってる人はぶっちゃけ、まあ、逃げているとか妬みの少なからずあるんじゃないかなと思っていますという時に、
でもなかなかどうやったらお金稼げないかってわからないじゃないですか、初めの頃って。なのでぜひともね、まずはそういうわからないという方はね、まず初めの一歩としてこちらの本ね、ものすごく、ま、もうこれ、うん、すごくいい本ばかりで、間違いなくね、この値段より確実に今買ったこの、例えばこの本すべて買うのに1万円だとしたとするじゃないですか。でも絶対ね、生涯で見るとね、それがね、100万円とか1000万とか1億もしくはもっとっていう風に返ってくると思うんで、まさに今ちょっとね、行動して買ってみて読んでみてください。本当におすすめです。やっぱりその一歩踏み出すことによってね、なんか人生が変わったりとか、やっぱりね、一歩目を踏み出さないと二歩目はないということで、勇気を持ってね、この本貼って読んでみてください。僕のとね、動画下の概要欄にリンク貼っておきます。ということで、そんな感じでした。なんかね、チャンネル登録とかね、この動画で、この YouTube チャンネルでもっと面白い動画どんどん配信していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録お願いします。ということで、コメント待ってます。じゃあね。